公共曲第7番波長長方冒険愛7昼はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1761年に作曲した公共曲。公共曲第6番から公共曲第8番までの3部作の2曲目にあたる。3部作はいずれも合奏競争曲的な性格を持つが、本曲はとりわけバロック音楽的に仕上がっている。 第二楽章はバイオリンによるレチタティーボとカデンツァを持つ得意な構成になっている。超、昼、夕の三部作のうち本作のみ実質原稿が残っており1761年の作品であることが確定している。ハイドンの公共曲には様々な愛称がついているが、そのほとんどは作曲者がつけたものではなく、ハイドンの意図を反映してもいない。この曲は 実質原稿に題名が記されている唯一の公共曲である。演奏時間は約24分。バイオリンによるレチタティーボは本曲と同じ頃に書かれたとされるリベルティメント派長情報冒険2-17にも出現する。各楽章に独奏がある。フルートは第二楽章で2本、第四楽章で1本を使用する。当時のエステルハージ家の楽団にフルート奏者は 一人しかいなかったため、第二楽章では、オーボエ奏者が持ち替えで、フルートを吹いていたと考えられている。当時のハイドンの公共曲では通常チェロコントラバス、ファゴットの独立したパートはなく、低音の楽譜を演奏していた。しかし本曲では、ファゴットのパートが独立しているし、チェロは全楽章で低音から独立している。低音の楽譜は、自筆楽譜には、 通奏低音と記されているが、ウェーバーによるとこれは現代でいう通奏低音とは異なり、チェンバロで演奏したという意味ではない。助奏は4、四拍子でわずか10小節に過ぎない。普天リズムによる荘厳な音楽である。本体は3、四拍子、そなた形式でトレモロを伴った第一主題がユニゾンで提示された後に、二本の独奏バイオリンとオブリガートチェロが活躍し、 ツッティと対比されながら、バロック音楽的に曲が進行する。開始部分は四四拍子で、レチタティーボと記され、破綻調で始まる。独創バイオリンをオペラ歌手に見立て、突然の速度変化や急激な転調を伴って、ドラマチックに進行する。主部は、徒長調、四四拍子、二部形式。独創バイオリンに2本のフルートや、オブリガートチェロが絡み、 アリアのように歌い上げる。最後はカデンツァと記された部分に突入し、バイオリンとチェロが技巧的なパッセージを競い合った後に短いトゥッティで曲を締める。オペラと競争曲の概念が合わさったユニークな楽章である。メヌエット主部の前半には主旋律をホルン・ファゴット・チェロがエコーのように繰り返す箇所があり、ホルンの高音域が目立つ。 トリオでは独創コントラバスが活躍する。二音拍子、そなた形式。二本のバイオリンとフルートが駆け回り、終始早いパッセージで進行する。ありがとうございます。